シェアします。山に行く前に小犬とじゃれていたのでちょっと洋服が汚いです。こんな感じで山菜取り放題です。今回取りに行ったのはベアラウフという、日本語で言うとラムソンというものです。食べられるところは葉っぱです。それをパスタのソース、ペストにしたりパンに塗ったりして食べます。ベアラウフの名前の由来なんですけれども、直訳するとクマネギと言います。クマがこの香草の球根を食べるそうです。でもドイツの森にはクマはいません。よく彼のお父さんのハンター仲間に、日本の森にはクマがいるよねと聞かれます。近くで見るとこんな感じです。ベアラウフの葉っぱを摘んでいる時からニンニクに似た香りがずっとしていました。これがベアラウフの葉っぱです。これを1日乾かしてペストを作りました。とっても美味しいです。ニンニクの香りに似ていて結構辛めです。